アルトパラグアイ県はパラグアイの県。面積82,349平方キロメートル、人口は15,008人で、県とはフエルテ・オリンポ市。1992年にチャコ県と合併し、かつて1945年まで存在したオリンポ県の形に事実上戻った。この県には数多くの大自然が残っている。 国立公園も何箇所か存在し、それぞれ特色がある。このうちパラグアイ北部で最も標高の高いセイロレオンの丘にあるデフェンソレス。デルチャコ国立公園は国内で最も大きい国立公園である。公園内には様々な種類のサボテンが乾いた大地に生息している。もう一つ、リオネグロ国立公園はいくつかの小さな湖からなり、 県内に生息する動物の多くを見ることができる。他には、コロネル、カブレラ国立公園やチョボレカ国立公園が挙げられるが、いずれも乾燥した地域にある。県内には、人の手の入っていない原生林が広がっている。そのため地価が国内で最も低く、土地が肥沃なこともあって、最近では農業や畜産のため開拓が広まっている。 年間の降水量は、東部はおよそ1200ミ、mm、リメートルと多く、中部はおよそ900ミリメートルとまずまずで、西部はおよそ700ミリメートルと少ない。開拓農家にとっての最大の悩み事は、この地がまともな道路やインフラ網に乏しいことである。また、開拓するからにはどうしてもその地に追い茂る、原生林を伐採しなければならない。1990年から2010年にかけて、 パラグアイの国土に占める森林の割合は世界最高クラスだったが、イギリスの環境保護団体ワールドランドトラストの推計によると2008年の1年間に、旧茶古圏だけで少なくとも20万ヘクタールの森林が伐採された。県内における最も重要な制御は放牧で、原野に牧場を作って営む集約的なやり方と東部の草原で営まれている。 従来のやり方の両方とも盛んである。トウキビ、日、トウキビ、南洋油切りなどの栽培農業も近頃急速に広まっている。この県は2つの地区に分けられる。フエルテオリンポラービクトリアもしくはプエルトカサド県内の主要な都市。ありがとうございます。